今日は商品のプロモーション動画ということで、日本製紙五元辞典という本を紹介します。これはうちの自転車から、出しているもので、今 Amazon で予約を受け付けてますので、Amazon でですね、日本製紙五元辞典というふうに検索すると、出てきます。で、12月1日に発売です。予約エントリーしておいてください。ただまあこれだけの本なんでね、値段もそれなりにしまして 18,000円プラス税です。まあちょっと高いなという方はぜひね、近くの図書館なんかにリクエストしていただけるとありがたいです。で、この本のすごいところはまずその内容の量ですね。多分ね、日本で唯一だと思います。日本人の名字をほとんどね網羅して、ほとんどというかもう全部に近いですね、全部に近い名字を網羅して、それで一つ一つ解説されてるんですね。全部で、97,054個で、これが下巻なんです。最後の方にはこういう参考文献、これもねもう2万以上の本をですね、全国の都道府県の図書館をめくって集めたっていうものになります。これがね、もっとすごいのは、一人の人間によって作られてるんですね。宮本陽一さんという方で、プロフィールをご紹介しますと、1980年石川県生まれ、立命館大学文学部地理学科卒業。まあ鉄道の路線巡りが趣味なんですよ。ただもうほとんどの時間をこの日本製紙五元辞典の作成に費やしています。だからこれだけの量を一人で作ってるんですね。すごいです。で、まあ、この方についてもっと詳しく説明しますと、まあ、立命館大学でそういう地理なんかの研究をしてて、最初は地名を研究しようとしてたんですね。ところがやっぱ地名の研究ってですね、相当大変なんです。とても一人じゃ無理なんですね。日本の姓氏名字に関してはまあギリギリ一人でもいけるかなということで、もう生涯をかけてこの姓氏の研究に費やそうということを決意されたそうです。で、そのきっかけというのもまだありまして、まあ、家族にねいろいろ不幸があったりして、なんかもう人生を撫でたような感じになった時期があって、まあその頃にまあどうしようかということで、まあ思い立って、まあ人名力っていうサイトが、まあこの昔から多分ね知ってる人はいると思うんですよ。その人名力っていうサイトがあって、これまあ検索してみてください。それをそこにまあ言ってみればそのね、その部落のね姓の一覧っていうのを載せてたんですね。彼なんかねやたらとその部落の名字というものに、なんか執着してた時期がありまして、でそれで、確かグーブログかなんかに載せてたら消されてしまったんですね。解放同盟から抗議が来て、それで今ライブドアの方でやってるんですけど、まあ、まあそれがいろいろね彼悔しかったそうで、それでね僕に接触してきたんですね。なんで僕に接触してきたかっていうと、まあその部落つながりっていうのもあるんだけども、名字でポン、住所でポンっていうのが僕はやってるのをご存知だと思うんですけども、今名字でポンないんですけど、住所でポンで、さらに名字を検索するとその名字の多い地域っていうのがランキングされていくっていう、まあそういうサイトを作っていたんですね。それでその相当名字についての研究が進んだっていうことで、まあなんか感謝のお手紙をいただいたんですね。それからの縁で、まあ彼本を作りたいって、一度は本を作って図書館に置きたいっていうのがあって、それでじゃあどうしようかなということで、そこで私が考えたのがウェブサイトをですね作ってですね、今日本製紙五元辞典のウェブサイトがありますよ。そこにまあ広告載せたりしてるんですね。そうすると収益が上がるので、それを元手に本を作ろうっていうことを提案して、で実はまあ第一版が確か30冊かな、小部数だけ作ったんですけども、今回はもう本格的に第2弾ということで、100冊作りました。なので、まあ、30冊だとね、もうほとんど出回ってなくて、ほとんどは図書館に配ったような形になりまして、ただ今回はもう本格的に Amazon で一般的に販売するということになります。まあ、特徴はですね、やっぱりここに、まあ裏側になんかミャンマー系とかいろいろありますけども、まあ、例えばアイヌの名字だとか、あとはまあ在日コリアンの名字ですね、そういったものについて、
乗っけてるっていうことですね。この名字は、まあ、在日コリアンの名字だというような形ですね。それは漢方をね調べて宮本さんがずっと研究してるんですけども、でもうこういうのはね絶対に普通の出版社だと検閲されてしまうから、まあ、自転車しか出せないということで、うん、そこで、宮本さんっていうのが、まあ、うちに頼んできたという、まあ、そういうところもあります。で正直ねこの在日コリアンの名字とかそういうのを載っけてると抗議います、うん、あとやっぱりね名字だとするとちょっと童話問題も関わってくるからダメなんじゃないかみたいなことを言ってくる人もいるんですけども、まあ、そこはねもう宮本さんの信念があってもう全部黙殺してるっていうかもう無視してるっていうような状況になります。ただね、まあ、宮本さんって基本的に真面目な人なんで、まあ、この性について起源は違うんじゃないかっていうことをですね言うと、結構聞いてくれます。自分で調べてあ確かにそうだなっていうふうにして、聞いてくれるんで、あの実はサイトに宮本さんに直通のねメッセージが送れるようなフォームもそれぞれの名字ごとについているのでぜひ情報をお寄せいただけると助かります。それからこれはちょっとした自慢なんですよ。このね内容のね組版っていうのかな、レイアウトっていうのも、自転車のもう独自の技術を使ってまして、もう自動レイアウトなんですね、このあたりも特徴になります。まあ、すでにねネット版があるので、わざわざ紙のものはいらないんじゃないかというふうにまあ思われる方もいらっしゃって、まあ確かに最もだと思うんですけども、やっぱりね宮本さんとしてはやっぱこういう本を出して一つの資料として残したいという、まあそういう夢とロマンがあってというところがありまして、ですから本当にね、図書館にぜひねこれを置いてほしいっていうふうにリクエストしていただければいいんじゃないかと思います。でまあよくあるエセドア本みたいないい加減なもんじゃなくて本当に一つ一つね宮本さんが考えたものなので、本当に冗談じゃなくもう貴重な資料であることは間違いないです。ぜひ、図書館にリクエストお願いいたします。それでは今日の商品プロモーション動画でした。